乃木坂46の鈴木彩音が2月18日、公式サイトや自身のブログを通じ、グループを卒業することを発表。SNS 上では卒業日に注目が集まっている。鈴木彩音、卒業日が話題同日、ブログにて3月28日をもちまして乃木坂46を卒業いたします、とグループの卒業を発表した鈴木。なお、32ND シングルの活動には参加しないと伝えた。卒業の決断に至った理由を、率直な思いとともに綴るほか、大好きなメンバーのみんな、支えてくださったスタッフの皆さん、応援してくださった皆さん、たくさんの優しさと愛情をありがとうございました、とメンバーやファンをはじめ、周囲に感謝を伝えた鈴木。最後には、これまでもこれからも乃木坂46が大好きです、と結んでいる。SNS 上では衝撃や悲しみの声が相次ぐ中、卒業する3月28日に注目する人も、10年前の2013年3月28日は、当時の2期生14人がグループに合流したという2期生にとってメモリアルな1日。今回、最後の2期生としてグループを去る鈴木が、この日に卒業することにファンからは、待って、これは号泣、もう10年も経つのか、泣ける。辛すぎる、応援したいけどまだ心が追いつかない、偶然、など反響が寄せられている。バル、鈴木彩音、乃木坂46卒業を発表同日、公式サイトを通じて、卒業を発表した鈴木。卒業セレモニーの詳細に関しては、追って公式サイトより伝えるとしている。2013年3月、乃木坂46の2期生オーディションに合格して加入した鈴木は、初期メンバーとしてグループを牽引。なお、今回の卒業発表を受け、2期生全員が乃木坂46から去ることとなる。